僕の水槽日記へようこそなのだ。あれ、この水槽は前に赤払い森の動画で紹介した水槽なんだけど、ザリガニさんが大きくなっちゃったからアイモリとザリガニを入れ替えて今はザリガニが入ってるのだ。ちょっといらっしゃらないみたいだけど、ちびっぽの頃は何にも臆せずグイグイ出てきてたのに、大人になったらほとんど巣から出てこなくなっちゃったんだよね。ザリガニってグイグイ歩き回ってあれこれ食べまくるイメージがあるけど違うのかしら。おそらくそういう行動は成長過程の段階だけで、成熟した個体は省エネ人生に切り替えるみたいなのだ。ファイヤーした人生羨ましいのだ。で、今回の動画はザリガニがテーマなの？まあザリガニのことなんだけど、厳密に言うとザリガニの脱走防止アイテムのレビューになるのだ。でもこの水槽ってイモリを飼ってた時から脱走対策はしてあるのよね。そうなんだけどさ、イモリとは違ってザリガニはパワーがあるから、そのまんまってわけにはいかんのだよ。しかももし逃げちゃったら罰金300万円ですもんね。というわけで今回はアマゾンで見つけた生態脱走防止アイテムのレビューをするのだ。一般的なフレーム水槽で脱走名人を飼育してる人にはきっとぶっ刺さる商品なのだ。ちゃんと機能する商品ならね。というわけで本編どうぞ。脱走防止アイテムということで、当然蓋にまつわる商品になるのだ。というか蓋に何か重いもの乗せるだけじゃダメなの？まあそれでもいいかもしれないけど、蓋に何か乗せると水槽の中に影ができちゃうし、ポリスチレン製の蓋に負担がかかることになっちゃうからね。余ってるガラス蓋とかは？乗ってること忘れてうっかり落として粉砕するイメージしかわかんのだ。まあそうかもね。この蓋に唯一ある穴は鉢底ネットで塞いであるんだけど、ザリちゃんのパワーなら蓋ごと難なく持ち上げて脱走できちゃうのだ。でいろいろ調べたんだけど、マグネットで固定するメッシュタイプの場合はエアリフト式のしぶきが外に出ちゃうから、今回はこの蓋を生かしつつ固定するって方向で探したのだ。なるほどね。でもそういう商品って大手アクアメーカーからは出てないっぽくて、謎メーカーの使えそうなやつをアマゾンに出店してる謎ショップから購入したのだ。そしたらさ、注文してから届くのに2週間もかかったんだよね。アマゾンなのに？きっとあいつはアマゾンの皮をかぶったアリエクなのだ。で待って待って、ようやく届いた商品がこれ。あれ、このくしゃくしゃの薄い袋って、しかもプチプチなんかを一切使わず直接商品が入ってるっぽい、この感じ。お前アリエクだろって思ったら、出発国が台湾って書いてあったのだ。アリエクかどうか微妙なところね。相変わらず薄いくせに全然破れないこの袋、のり付けもガッチガチで手では開封できそうにないのだ。こうでもしないと輸送に耐えられないのかしら。というわけでずんだシザーブラックの出番なのだ。緑色じゃなくなってもはやずんだ要素ゼロね。オラオラ。さてちゃんと写真と同じものが入ってますでしょうか。何これ？はい、今回買ったのはこちら、水槽の蓋をパチッと止めるやつ。価格は2つで税込み860円なのだ。安いんだか高いんだかよくわからないわね。この商品は本体についてる粘着テープで水槽の横に固定することで、爪を引っ掛けて蓋が開かないようにするアイテムなのだ。なんと粘着テープは 3M 製。本当かしら。本体には最初から固定してあるから、ガラス面に貼る方の剥離紙を剥がします。これって貼ったら最後って感じのやつなの？どちらかというと何回か貼り替えが効く感じのやつなのだ。よし早速貼ってみるぞ。2個しか買ってないから、ザリガニの足場がある後ろの方に寄せて位置を決めるのだ。4つ買いなさいよ。だって着てみて使えない感じだったらやじゃん。大高さの位置が結構シビアなのだ。高すぎると爪が効かないし、低すぎると閉じること自体ができないのだ。張り替えできるやつでよかったわね。なんとなくついたのだ。蓋は固定できてるのかしら。結局位置を変えて2つを左奥に集中させたのだ。足場があるところってことね。一応落としたときにパチッていうクリック感があるから、多分固定できてるはずなのだ。本当に開かないかどうか試してみてよ。望むところなのだ。この2つ揉むところがないから、マグフィットを取っ手代わりに使うのだ。あ、おお。さらに突破口付近、いい感じじゃない。ほらあらら。よしよし、これなら下から持ち上げられてもそう簡単には開かないはずなのだ。ちなみに固定されてないこちらの角はですね、パカパカね。パカパカなのだ。いいの？まあこの辺りは足場がないから多分大丈夫だろうし、半信半疑で買ったこの商品が使えることが分かったから、今度また買い足してここも開かないようにしとくのだ。また今度っていつなのかしら。そろそろエンディングなのだ。ねえ、いつなの？この商品はなんか他のケージの専用部品らしいんだけど、このことぶきのフレーム水槽に使えることが分かったのだ。なんで大手アクアメーカーからは出てないのかしらね。ね、水槽でカメさんとか飼ってる人には必要だと思うんだけどね。
まあよく考えたら食器棚用とかで販売されてる耐震グッズとか硬い赤ちゃんグッズでも代用できそうではあるけど、今回の商品は色とかデザインがフレーム水槽と親和性が高くていい感じだったから満足なのだ。あとは固定用の両面テープがどれだけ持つかが心配ね。そのあたりは毎日の給仕タイムに開け閉めするから劣化してきたら多分気づくと思うのだ。だといいけど。カメさん、カニさん、ザリガニさんみたいなパワー系脱走名人を飼育してる人はぜひ参考にしてほしいのだ。あといたずら猫ちゃんとかがいる家庭でも役に立ちそうね。今日の動画はこんな感じ。このチャンネルではガチ勢がスルーしてしまいそうなことも検証していくから、もし困ったことがあったらコメントで教えてほしいのだ。今回の蓋固定についても他のいい方法があったりしたら教えてくださいね。それじゃあ、バイバイ。